キチャンネル。こんにちは。さあということで2021年プロ野球総決算来季の課題というところでね、今日はセパ両チーム2位の阪神とロッテ、いやー阪神優勝すると思ったけどね。いや私も思いましたね。オリンピック前までの快進撃、一つだけ不安はオリンピック年はちょっとあのやらかしちゃうっていう、2008年の北京の時もすごい独走してて、で北京に行った、まあ、矢野さんとか新井ちゃんとか、あの抜けてで、まあ、あの時は抜けても試合してたから、っていうところでねちょっと一気に最後まくられちゃったんだけど、私が始球式した日とかすごい試合してました。あそこ結構大事な部分ですよね。めっちゃ大事なとこよ、あそこのんきに言ってるとこじゃなかったよ緊張感めっちゃあったと思うよ。めちゃくちゃ長かったですか試合すごいで盛り上がってた、まあ、その中でね、まあ、阪神は2位ということで、でもまあ成績はね、やっぱもうあの大したもんなんだけども、チーム防御率、3.29、セリーグ2位で、先発防御率3.04はセリーグ1位、救援がね、リリーフが 3.80 とワースト2位なの。あ、そうなのか。やっぱり岩崎、やっぱスアレスね、ところしかいないっていうところ、岩崎もちょっと前半ちょっとね状態悪かったんで、俺はね分かった、阪神がもう一個優勝に届かないところが、データだけ見てて、このね阪神はねなんと奪三振率 7.06 はセリーグ最下位、ここで浮かび上がることは何でしょう。奪三振率が最下位、三振が取れてない。三振が取れてない、でも、先発の防御率はいいんだよね、っていうことは、どういうこと、打たして取るタイプのピッチャー。そういうことですね、その三振取っていくっていうよりも、まあ、青柳もそうだし、あの秋山もそうだし、西もそうだし、多くの阪神の先発ピッチャーは三振をバッタバッタ取っていくっていうよりも、打たして取るっていう、でクオリティスタート率が 55.94% で、あのセリーグ2位、広島に次いで、援護点 3.90 はセリーグ4位、若干ちょっと援護点が薄いんだけども、まあ、基本的には打たして取るっていうタイプなのね。そうですね。だからあの奪三振が秋山107っていうところで、まあ、西がね100勝リーチしてからちょっと勝ちきれなかった6勝9敗っていうところもあるけども、伊藤将司新人でね10勝、で高橋遥人がね救世主出てきて4勝2敗、でまだねちょっと手術してるんで、そこら辺はね若干心配だけども、秋山10勝7敗青柳13勝6敗と、まあ、基本的に打たして取るピッチャーが多いのね、ってなった時によ、なんと、エラー数が87、ワースト1、ここなのよ。だから要は、ピッチャーの属性上、阪神のピッチャーっていうのは数字的に見ると打たして取るピッチャーが多いと、っていうことはディフェンス面がすごく大事になってくるのに、守備がエラー数1位っていう、ここがね、多分最後1位にいけるかどうかの1年間トータルのところだったんちゃうかっていう、失点と自責見ても結構幅ある感じですかね。はもうほぼ50約50個あります。48、なんでこれやっぱね50個に近いとやっぱダメ、だいたい平均的に考えると自責と失点の差はやっぱ50点未満にしたいなっていうね、最短が巨人30だからね。全然違います、自責と失点の差がね、まあ、もちろんあの巨人は自責と失点も多いけども、だ阪神もここをもうちょっと詰めれてれば、失点多分ね500してなかったと思う、そしたらもっとね大きく違ったんじゃないのかなと、で打線においてはチーム打率が2割4分7厘と4位、でホームラン数121は、まあ、球場の広さとかもあるけども5位、ツーベースは208本で3位、単打数が812本でワースト5位、でもスリーベースは23本で一番打って、まあ、やっぱ広いだけにね、OPS が689で5位、で得点圏打率2割4分9厘で4位、代打成功率が1割9分5厘5位、ちょっと代打陣がね、うまく回ってないなんだ、でエラーが87で、ワースト1位っていうところで、やっぱそこだね。そうですね、打線のトーンもあんまり上位ではないんですね。そうそう、で、あとはやっぱり、このね、下げたのはね、最後にね、サンズ佐藤輝、梅野が急降下したのよ、あそこがやっぱ痛かったね、やっぱ最初はサンズマルテ
佐藤輝も、まあ、いい感じでね、うん、回ってたけども、うん、まあ、この終盤になって、うん、サンズが打てなくなって、うん、でマルテが代わりでミスもする、まあ、たまにの大きいのもあるけども、はい、で佐藤輝57打数ノーヒット、うん、で梅野は最初ねチャンスでは打ってたけど、はい、でまあ、そこら辺もちょっと打てなくて坂本出てたりとか、うん、ちょっと終盤に向けてチームのバランスが崩れていったね、はい、で西は100勝リーチかけて勝ちきれないとか、うん、でリリーフはもう岩崎座れててもうお願いします3イニングみたいな感じで、はい、ちょっと最後はね全体的にあのきつかったかなっていうところもあるんで、うん、でもまあ選手はね、うん、まあ大山ショートにね新人中野入って、はい、で伊藤原、うん、でファーストマルテ、うん、で近本でまあ多分も外国人一人取ってくるかなんかやねで誘ってるか、はい、もう一回一からやり直したね、うん、でキャッチャーあの梅野がね FA 残留して、はい、で坂本でピッチャーもね、うん、あの先発ローテーション待ってちょっとリリーフがね薄いんで、はい、そこらへんもうちょっとねどうにか、まあ、外国人取ってくるだろうけどね、うん、でスアレスいなくなったんでねそうですね来年に向けてね代わりの人は取ってくるけれども困るかどうか、そうそう、でもやっぱり全体的にはやっぱりねこのデータが示すように、うん、打たして取るピッチャーがやっぱ多いんで、うん、やっぱもうちょっと守備力ね、うん、強化していかないともったいないっていうかね、うん、で阪神がね全体的に、ね、しっかり勝ってたんですよね、はい、で阪神が落ちたっていうよりヤクルトがガーンって行き過ぎたっていうね、うんうん、ところはあるんで、はい、まあ、ちょっとまくられちゃったかなっていうね、でもまあ来季の課題としては、まあ、ピッチャーの特性はそんな変わらないんでね、はい、まあ、そこはまあ守備陣ねもうちょっとしっかり練習して400点以内に500点より切ってね失点数を下げていけば、はい、もうちょっと順位も大きく変わってくると思うんで、うん、エラーをなくしていこうと、まあ、はい、まあ、そこら辺はね、はい、しっかり立て直していきたいなと、うん、で続いてパ・リーグ、はい、ロッテ、はい、2位マジックついたのよ、ね、3まで本当マジックつかないチーム優勝しちゃったってことですよね。3まで行ったのに、優勝するかなって思ったけどね、はい、もうこのまま行くって言ってましたもんね、そうそうそう、ベイ FM で、はい、ロッテの優勝確率 99% って試合してる時に言ったら、はい、99% って言うたびに失点していったらしい本当、その6時台から始まるウィーラーマリーズのコーナーで、はい、ロッテ優勝確率 99% って言ったら、うん、あの逆転されて、いやさっさともう一回失点されて、いや 99% でしょって言ったらタイムリー打たれて、俺が言うたびに失点していったっていう謎の里崎の呪いですかよく言われるだって知らないじゃん見てもないのによ、はい、でそのギリギリまで行って、はい、まあ、ロッテはね、うん、でもまあこの躍進で考えれば、うん、まあ、そのマーティン・レアード、はい、今年のパ・リーグで外国人選手2人が連動したのはロッテだけなのね、うん、他のチームは全チームもやっぱりなかなか、はい、野手においては苦労して2人を両立させることができなかった、その中でマーティン・レアードがね、はい、ホームランもしっかり打って打線も稼いで、クライマックスシリーズ見てもねやっぱマーティン・レアード次第っていうのがちょっと如実に出たったっていうところもあるけども、はい、まあ、その2人がね1年間頑張れたっていうところは、大きいし、唐川がね、うん、怪我したところを佐々木千彩がね、はい、入ってきて、うん、あのオールスターにも出場したりとか、はい、沢村抜けた穴をね途中国吉トレードで取ってきて、うん、まあ、国吉佐々木千彩は増田っていうところが安定感を持って、はい、綺麗にはまりました、はあ、で守護神もパ・リーグの中で増田だけが1年間、はい、あの変わることなく投げ続けたんで、うん、はい、そういった意味では、まあ、最初ね5連覇から始まってどうなるかと思いましたけど、うん、まあ、うまく増田もねよく頑張ってロッテ真のセーブ記録も達成したし、はい、うん、12球団でも多分スアレス、栗林、はい、増田だけだと思う、うん、あの守護神が1年間ずっと一緒だったのは、はい、だそういった意味でも、まあ、よく頑張ったなっていうところはあるし、ピッチャーでもね小島が、うん、初の10勝と、はい、あの石川以来かな、生え抜きだった唐川が石川以来の10勝を果たしてね、うん、まあ、やっとかっていうところもあるけども、うん、やっぱ全体的に層が薄いからね、はい、あと日本人の個々の力が薄い、うん、だまあね、荻野とかあの中村、はい、ゴールデングラブ取ったけども、うん、やっぱり日本代表オリンピックが0人っていうところはね、うん、もうちょっと個々の能力を上げていかなきゃいけないなっていうところと、うん、はい、ちょっとねベテランに頼りがちなのよ、外野ね、はい、荻野岡でしょ、うん、マーティン角中でしょ、ああ本当だ、でまあ、山口の21歳が出てきたけど、この山口、藤原、和田、ここら辺がもっとね、はい、これから頑張ってくれば面白いけども、全体的にちょっと高年齢化してる、はい、で内野も中村翔吾、来年30歳、で藤岡29歳、はい、っていうところで、若手のね、平沢、福田、小川、安田とか、ここら辺やっぱ出てこないとなかなかっていうね、はい、キャッチャーはもう誰が出ても一緒だし、めっちゃ早っ、ええ、キャッチャーをもうちょっと触れてくださいよ、早っ、いや特にない、触れるところが。え、でもまあ来年もだって誰か正捕手にならないといけないわけですから、もう松川、頑張れ、高卒1年目で正捕手いきます何が、いや頑張れじゃもうちょっと激励してあげてくださいよ、うん、頑張れ、あの俺が語れるほどのあることを頑張ってくれ、
佐藤俊也選手とかね、うん、新人時が一番守備うまかったから、どんどんへぼくなってきてる、ちゃんとやって、ちゃんとやんなきゃ、教えてあげなきゃ練習、はい、でピッチャーね、はい、まあ、美馬ももう36だからね、はい、ベテランですね、うん、石川も34、うん、高年齢化してきてるのよ、うん、だこの若いところ二木がね、まあ、一番いい頃ですね、年齢的にもパッとしないのよ、うん、もうちょっと頑張んないと、はい、あと中村ね、うん、で川村選手とか、うん、川村ね、よかったね、いい形でね、つなげたんで、来年で佐々木朗希がね、はい、まあ、あの1年間ローテーションをしっかり保てるようになれば面白いし、まあ、横浜のねサイドスローも、はい、まあ、うまく成長してくれれば、うん、でまあ、鈴木がね、まあ、新人で今年経験詰めたんで、はい、それを踏まえて来年ね、もうちょっと成長してもらいたいなっていうところと、はい、ロメロが残留したんで先発ね、うん、まあ、ここら辺もちょっと大きい材料かなと、はい、中森ね、明石商業から、うん、ここら辺もね大きく育ってもらいたい、まあ、そう思ったら若いピッチャーいますね、結構、いや、どこもいるのよ、あの楽天の時と一緒にいる、いる、どこもいる、確かに、はい、あの阪神もいるからね、及川、川原、西純也とかね、そかそか、湯浅とか、はい、それがどう出てくるかっていう、ね、格が問題なのよ、はい、だからそういったところでももうちょっとね、個々の選手のパフォーマンス能力を上げていきたいなっていうところでね、うん、はい、まあ、今年のちょっと成績をね見てみるとね、はい、チーム打率2割3分9厘、パ・リーグ4位、西武と同率、本塁打数126、パ・リーグ3位、ツーベース233はパ・リーグ1位、OPS700 はパ・リーグ、ソフトバンクと同率1位、得点圏打率2割5分5厘、パ・リーグ3位、はい、フォアボール530、楽天に次いでパ・リーグ2位、うん、フォアボールとかもしっかり選んでるんで、はい、で盗塁107は1位、うん、打成功率9割6厘、パ・リーグ1位、バントの成功率は高い、はい、バント106個も一番やしてるからね、代打成功率2割2分、パ・リーグ1位、でエラー数が63でパ・リーグ4位、で三振が153でパ・リーグ4位、まあ、ちょっとエラー多いね、もうちょっと減らしていかなきゃいけないね、うん、ピッチャー防御率 3.67、 パ・リーグ5位、先発防御率 3.95、 パ・リーグ5位、救援防御率 3.22、 パ・リーグ4位、うん、だピッチャーそんな言うほど大したことない ね、うん、全体的に、しかも先発とかもう4点いきかけてるやん、うん、ちょっと全体的に頑張んないと、はい、奪三振率 6.79、 パ・リーグワースト、だから一番、だからもう三振取るピッチャーいないんだよね、はい、多分打たして取るみたいな、被安打1191本、パ・リーグ1位、だからパ・リーグ1位打たれてる、はい、基本塁で147、パ・リーグ1位打たれてる、うん、結構打たれてんね、失点数570もパ・リーグ5位、うん、ワースト2位、西武が1位だからね、はい、で自責点516だから、うん、要は54も差があるのよ、はい、失点と、へー、だからもうミスが失点につながりすぎてるね、うん、でクオリティスタート率 44% はパ・リーグ5位、だから先発が長いイニング全く投げきれない、はい、援護率が 4.12 で、うん、パ・リーグ2位、だからもう打線でなんとか頑張ったら、もうやっぱりね、マーティン、レアード、荻野、中村、はい、ここら辺のもう打線でなんとかしたって感じなんで、はい、やっぱ来季に向けてはやっぱもうちょっと投手陣と守備のミスっていうところをちょっと防いでいかないと、まあ、そこをね、どうにか防いでいくことによって1位に成果届くんで、はい、まあ、でもね、2年連続2位はね、立派なものだと思いますし、はい、マジック3までついたんでね、あー惜しかった、そこはね、行ってもらいたかったなっていうところもありますけども、はい、やっぱ来季に向けてはやっぱ全体的に若手の底上げをもっとしておかないと、うん、出てる選手たちがちょっとおっさん近づいてきてるんで、はい、まあ、おっさんの人もいるし何歳からおっさんっていうんですか、まあ、30超えたぐらいからおっさんになってくるんちゃう、やだ、私もおばさんになっちゃう、30ちょっと5ぐらいにしておきません30超えてきたらね、どんどんおっさんに近づいてくるって、そう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 、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、でもね、来年に向けてはマーティン・レアードもね、残留したんで、でロメロの残留も大きいし、そういった意味では、まあ、ホップ、ステップ、ジャンプじゃないけど、2位に来てね、はい、そうそう行きたいなっていうところとね、まあ、阪神も、まあ、やっぱミスだね、両チームちょっとミス減らしていきたいね、うん、ちょっとあの失点と自責点の差がちょっと開きすぎてるから、そういったところでは取られなくてもいい点を取られてるっていうところが、うん、やっぱこう、もったいなさっていうところもあるんで、はい、そういったところでね、まあ、両チームとも打たせてるピッチャーが多いんでね、うん、守備面ちょっと頑張っていきたいなっていうところがありますね、はい、ということで最後に一言、両チームとも守備頑張りましょう。